ギターフロンティアへようこそ。本日4月3日でございますが、昨日ですね、全国の企業さんで、いろいろな企業さんでね、入社式なんかがあったところもあったと思われますが、この春新社会人になれた皆様、おめでとうございますね。これから世間のですね、荒波を渡っていくわけですね。辛いこともいっぱいあるでしょうね。でも楽しいこともあるよ。田辺さん、昔のことですけど、新社会人の頃覚えてる？覚えてない。あまりに昔で覚えてない。そんなでもないでしょ。俺ちなみに俺ね、よく覚えてるんですよ、社会人になったばっかりの日。あれはね、忘れたわやっぱりまあ本当、もう僕もですから、30年ぐらい前でしょ。もう年取ったな俺な。でもこう見えてもね、もう挨拶ができなくてね、汗かいて、もう緊張して、おはようございます。俺意外とね、今こうやってペラペラ喋ってるでしょ、カメラ前で。俺喋れなかったんだよね。信じられる？いや、本当なんですよ、意外と。ですから皆さんも、新社会人の皆さん、今できなくても大丈夫。30年後にはできるかもしれません。それ遅い？でも大丈夫。ね、頑張ってくださいね。そういうわけで、ギターフロンティアは、フレッシュマン、フレッシャーの皆様を応援しています。ということで、今日フレッシャーですね、当然ね。これはもうそう来るだろうと思ったでしょう、ギターファンの皆様。さあ、今日の答えは75年から77年生と思われます。このフレッシャーのね、ロゴがね、この第2期、この F がこうハート型に見えるっていうことで、第2期、75年から77年なんて言われてます。で、こちらの長野県の松本楽器製造というところで作られていたらしいです。まずね、全体的に、まあ、約40年ぐらい前なんですけど、まあまあ、年式からしたらすごく状態いいんですよ。ほら、ペグの金属のね、輝き具合とか、ほら、ボディも、このサンバス、まあ、この辺ちょっとハゲがありますけど、細かい傷だこがそれはあるんですけど、全体としてすごく綺麗です。そしてね、サイズなんですけど、これ、若干、なんていうの、この、握りも細いんですよね。これちなみにナット幅がね、これ調べるとね、約39mm、現行はね、6弦12フレット上で約ですけど 2mm、 すごく細くてね、日本人の人にやっぱり合うように作ったのかな。でね、フレッシャーって僕何度も前もやったと思うんですけど、正直当時これ3万円台のギターなので、まあはっきり安物扱い、まあ、二流三流扱いされてたんですけど、近年のジャパンヴィンテージブームで再評価されていまして、一部のマニアではすごくね、人気がある。特にね、僕個人的にはこのストラトタイプがめちゃくちゃ抜けが良くていい答え多いんですよ。ほら、いくよ。まずフロントから、これ3点式なのでセンター、抜けがいいわ、めちゃくちゃ抜けますよ。カミソリのような鋭いサウンド、軽く歪ませますね。軽くじゃねえじゃないかというね、またはい。歪ませない方がめちゃくちゃ気持ちいい。ほらほら、いいかもしれません。さあ、そういうわけで、全体的に年式からした程度は本当にいいと思います。ネックもね、ほぼストレートで、フレットもね、そうだな、7割8割残ってます。そんな減ってないですね。状態が本当に綺麗だと思います。当時さっきも言ったように、そんな高級なギターはではなかったので、今フレッシャー自体が状態のいい個体があんまりないんですよね。やっぱりそんないいもんじゃないかってことで捨てられたりね、大事にされなかったのかもしれないですけど、さあ、こちらのフレッシャ
75年から77年製と思われる、まあ、第2期フレッシャーロゴと言われてるんですけども、こちらのストラトタイプめちゃくちゃ抜けまくり、本当にいいストラトタイプだと思います。お値段が税別で 39,800 円です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。